皆さんこんにちは。今日はですね、もう旬も終わりかけなんですけど、こちらのナスと、それから今日は、ピーマン、万願寺唐辛子とかでも大丈夫です。この2つを利用して、揚げ出しナス、揚げ出しピーマン、まあ揚げ出しですねを作っていこうと思います。で、味付けがすごいシンプルで簡単なのに、お店のような美味しい味にする方法もお伝えできればと思いますので、ぜひご覧ください。それではやっていきましょう。はい、それではまずはじめに材料紹介をしていきたいと思います。まずはこちら、今日はナス、細長いタイプではなくて、この小さめ短めの状態ですね。だいたい手のひらサイズって言ったらいいんでしょうか。これを3つ用意してます。これ3つと、それからピーマンですね。ピーマンは、ピーマン4つ用意してます。これ普通サイズですね。ただまあこれに関してはもう正直数残ってる分とか買った量をそのまま丸々使ってもらうっていう感覚でいいので、ナスもピーマンももう適当量でいいと思います。で、あとはこちら、今日お出汁に使うのは、お醤油、今回濃い口にしてます。濃い口の方が色的には濃く、まあ、なりがちなんですけど、豆の甘みというか、まあ、深みが出やすいんで今回は濃い口を選択してます。それから、こちらですね、これがみりんで、今回はどっちも同量でしてます。はい、あとはお出汁ですね。今回もカツオと昆布の合わせ出汁1対1対6で用意してます。で、これはもう毎回1対1対6ぐらいにしてもらったらいいと思います。で、地方によっては結構醤油の辛めの味が好きっていう方は、一応1対1対4ぐらいまでだったら、まああり得る味かなと思うので、そこは自己調節して使ってください。で、あとは仕上げにカツオで、今日はあと仕上げに大根おろしと、それから生姜のおろしと、おネギも万能ネギですね、刻んだものも入れようと思ってるんで、まあ、その辺はお好みで、ただカツオに関してはまあ用意してもらった方が、お出汁とカツオをこう一緒に食べた時の旨味が全然かけた時とかけない時で違うんで、これはしっかり用意してもらって、他はお好みで用意するっていう形で問題ないと思います。それではやっていきましょう。はい、それでは先にこちらの鍋に、まあどんな鍋でもいいと思います。フライパンでもいいですね。まずは出汁を作っていきましょう。先ほどの、出汁、かつおと昆布の合わせ出汁、これが6、そして、濃い口醤油、これが1、そしてみりんですね、これも1入れてしまいます。はい、そしたらこちらを火にかけて、沸騰するまで待ちましょう。はい、それではしっかり沸騰したので、ここで火を止めます。で、これは置いておきましょう。はい、それでは次はお野菜を切っていきましょう。先にピーマンを切ります。先にナスを切ってしまうと色落ちしてしまうんで、先にピーマンを切るのがいいですね。で、種の取り方も自由なんですけど、半分に切って取ってもらうのが一番早いかなと思いますので、この取り方でやっていきましょう。はい、そしたらすべて半分に切って種を取り除きましたんで、切っていくんですけど、まあこれぐらい普通のピーマンの大きさだったら、斜めにこう包丁を入れて、これで3等分にしていこうと思います。で、別に切り方は正直何でもいいんですよ、乱切りでも。ただこの切り方をすると細長くてこうかっこいい感じに仕上がるかなと思ったので、今回はこれでやっていきます。はい、そしたらしっかりと切れましたんで、次はナスを切っていきましょう。はい、それじゃあナスは結構切り方がいろいろあるんで、もう下手の落とし方からですね、いろいろあるんで、まあ何個かやっていこうと思うんですけど、まずここの下手の部分を軽くこう切って、で、ここだけまず先に落とします。ちょっと切れてなかった。こんな感じで、まあおかっぱみたいになって可愛いですね。こんな感じにして、で、ここを包丁で削ぎ落としてあげると。よいしょ。はい、こうしてあげると、ここのヘタの部分も食べれるんで、まあいいですね。で、ちょっと中央だけ芯が硬くて結構硬いので、ここだけ落としておきます。はい、こんな感じで、あとはこの部分はここで切って、あとは乱切りで、皮があんまり好きじゃないっていう方は皮をこう縞模様に剥いてもらってもいいかなと思います。
私は皮そんなに嫌いじゃないですし、まあ、皮に栄養成分もあるんでこのままいきたいと思います。あとはまあ一番の理由はめんどくさいからかな。で、まあ、一口大ぐらい、ちょっと大きくてもいいです。一口大からちょっと大きいぐらいに切って、ちょっと下手なところ色変わってるんでこれも切り落とします。で、ちょっと大きいやつとかあったらこれまた半分にこうしてもらっても大丈夫ですね。そしたら次はさらにめんどくさい人のために、これさっきのこういうヘタ落としの作業をせずに、こんな感じでもう一気にいっちゃう方法ですね。もうヘタを無視してここから切り落としてあげて、でちょっと残ったやつをこう手でどけてあげる感じですね。ちょっと今回のナスはヘタの部分が色変わってるんで軽く切り落として多めに、でまた中央のところだけ落として、あとは同じように切っていきます。はい、それでは油で揚げていきたいと思います。で、これ昨日あの別の揚げ物をした残りの油なんですけど、揚げ焼きよりはちょっと多めに油を入れてもらった方がいいと思いますね。まあ、今はだいたい5ミリぐらいですかね、5ミリから1センチぐらいの厚さにしてますけど、まあ、普通に揚げれるなら揚げてもらって、揚げれないなら揚げ焼きよりは多めの油でって考えてもらうといいと思います。そしたらまずは色が変わりやすいナスから揚げていくんですけど、この皮目を下にして火を入れてあげてください。その方が色が良くなりますね。で、なんで揚げ焼きよりもちょっと油を多めにするかっていうと、ナスってすごい油を吸うじゃないですか。なので揚げ焼きにしちゃうと油がどうしても足りなくなっちゃって、あの揚げじゃなくて焼きみたいな感じになっちゃう可能性が大いにあるんで、それだけならないようにちょっと多めの油って考えてもらったらいいと思います。まあ、ここまで入れなくてもいいと思いますけどね。そしたらある程度火が通ったら揚げていきます。で、このナスのヘタの部分はちょっと繊維が残ってたりとか硬かったりするんで、他の部分よりも少しだけ長めに油通しをしてあげるといいかなと思います。はい、そしたらピーマンも入れていきましょう。で、ピーマンは、すぐに火が通って皮が破れてくるんで、だいたい10秒から15秒くらいで十分だと思いますので、このぐらいで揚げていきましょう。はい、そしたらもうあとは簡単で、おナスとピーマンと、これを適当な量を器に盛り付けてあげましょう。はい、そしたらヘタの部分も盛り付けさせていただきまして、ここに先ほど作ったお出汁を、まあ、好きなだけ、そんなに量いらないんですけど、たっぷりの方が美味しいですね。かけたらここに大根おろしをのっけて、で生姜、はい、でネギを散らして、最後に鰹節。鰹節は多めがいいですね。多めの方が美味しく感じますんで。それではこれで完成。ナスとピーマンの揚げ出しです。それではこちらを食べていきましょう。いただきます。そしたらこの生姜と大根おろしをスープに溶かし込んで、この場所にどっぷりとピーマン、ナスをつけていただきます。うん、うまい。うん、完全にお店の味ですね。調味料たったの2つ、まあお出汁も作ってるんで、まあ3つになりますかね。で、こんなに美味しくなるんで絶対やってほしいですね。うまい。で、ナスとピーマンは揚げた後にお湯で油揚げみたいに油抜きするっていう工程も一応あるんですけど、正直それしなくてもそこまで油っぽくならないんで、このままでいいかなと思って今回は省いてます。ヘタの部分もいただきます。うん、少しだけ
構ナスよりも繊維質な感じもするんですけど、ナスの普通の身の部分よりも、身って言っていいのかな、部分よりも味的には美味しいと思いますね。これ捨てるのはちょっともったいないですね。うん、うまい、最高ですね。